竿2本、あとは、グラロックス2、はい、ロック OK、魚タンよし、じゃあ行くか。はい、観音様、行くで。久々ですね。おはます。カヤック。さあ、今日はですね、フラットフィッシュ狙いで行きますぜ。はいはい。観音様おはよう。鳥山とかボイルはなし今のところね。ふむ。あ、俺カヤックってあれだ、タコ、タコ以来だね。あ、多分これが配信されるのがお正月、よくわかってるやん、でしょうね。うまくいけば。さあ、うまくいった。お正月フィッシュ収録は年内ですけど、明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。なんかテレビっぽいことやってますよ。そうか。お正月にふさわしいお魚ねえ、釣れるといいですね。で、この何もないフラットのね、まあ、下の形状は砂浜なんですけど、ここにね、ポツンとね、岩場がね、ちょっと点在してる場所があるんですよ。ここがね、まあ、私が思うに一級ポイント、おじいちゃんですね、この辺か。さあ、フラットフィッシュ狙っていきましょうか。初っ端 VJ いつもの 28g ピンク28のおろさてで、ね、私ね、いつもフック変えます。何故？純正フックじゃないです。一番って二番、今回ちょっと本当はね、8番をね、これにね、つける予定だったんですけど、ちょっと8番なくてですね、もう2番手ぐらい上げてます。6番のフックに変えちゃいました。大きくするのね。まあ、この方がね、ほんと曲がらないんでね。純正はね、やっぱね、弱いんですよね。よし、はい、 VJ ピンクで、お尻にぐさっと刺して、こうやってぐさっと刺して、もしね、何回あっても抜けないように。よいしょ、固定は大事。これでいきます。うん、向かってるね、根の方に向かってる。じゃあこの辺から、はい、大東頑張ってけ。よし、はい、そこまで落とすよ。水深 6.2m、 ちょい浅め、もうすぐ着いたね。はい、1、2、3、1、2、3、びっくりした。もうあれだね、サバフグはやっぱ消えたね。寒いといなくなるのね。さすがに水温下がったか。そりゃそう。お、お、ボイルっぽいぞ、ほら。ん、いるの、なんか魚。どこかわからん。どうした？ちょっと慌てろ慌てろ慌てろ。急ぐんじゃなく慌てるのか。どこだ？サポーター、サポーター、行くで。隙間、マグナム隙間、マグナム。見た目はスパイダーマンじゃないか。こっちか。ほら、なんかちっちゃいのがやってるね。見えないんだよな。ちっちゃいね。ほら、ボイルやってる、ボイル。よし、負けじと、マグナム好きな、負けじと、トップウォーターで、どうだ、どうだろう、なんだろうね、層があるね。よし、うん、なくなっちゃったか。うん、ベイトはなんかいるね。お、チャンスチャンス、おるんかい、何かしらがいる。ただボイルを、ボイルってかちょっとピチャピチャやってるのを見ると、ちょっとちょっとちっちゃいね、ものが。サイレントアサシンの90ぐらい。アサシン
この辺じゃないですかね。わからん。ちょっとこれでやってみましょう。全然飛ばない。軽いのか。カモメさんが動き始めましたね。順調やね。はい。残念。次。反応ないですね。小さいやつばっか。なんか小さなね、ピシャピシャした。あ、あれ。かじられとるやんけ。あれ、フグが健在。そういうことやろな。フグいますね。あら。今どこで当たりがあった？なかったぞ。まさにサイレントアサシン。あー、フグいました。ちょっと先ほどのなんか違うってやつもフグかな。あらららら。じゃあない。いないとかってね、先ほど言いましたけどね。フグいましたね。ちょっと場所移動しようか。じゃあありますちゃうんか。さあね、ちょうど3-400メートル漕いできて、ちょうどあの観音様見えますで、遠いね、山の裏になってるんでね、ここは風裏になっててね、水面も全然ジャミジャミしてないですよね。穏やかなのね。ここならトップとかいいかもしれないですけどね。ただベイトが全然重要なとこがいないんですよね。なんかこのちょっとカルガモくんの船みたいな色、私の船みたいな色になっちゃいましたけど、えピンクヘッドにイエローフィン。おじさん船はオレンジやろ。とでも言いましょうか。よし、はい、これでいきましょう。はい、さあフグ、もうフグにやられるんだよ。よし行くよ。フラグを立てるな。投げて、そこを取る。水深はね、6.7メートル。ふむ。最初のところと深さは変わらんな。落ちた。お、お、お。なんでしょう。来ましたよ。フグ？やめてよ、フグ。だからフラグを。お、ああ、マゴチマゴチ、マゴチマゴチ、よし。やったやん。こっち。小さいな。小さいか。あんま食い踏んなかった。よっしゃ。はい。はあ、なんとか。こっち。はい、口開けて、そんなに。ちゃんとかかってたな。よし、写真撮って。うん。はい。ああ、なんとか坊主は免れたけど。けど？魚が。小さいですね。大物狙ってこ。はい、ヒットルアーはね、これ。はい、VJ。ピンクに、チャートのカラーですね。はい、で、釣れたマゴチ。あ、どうした？巻物って用意してる？知らん。一応測っとくか。ね。あ、しょしょしょ、はい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 。あ、40センチだね、ほら。まあまあやん。でもあらあら、40cm、ほら、どう？ 40 でしょね。よし、逃がしてあげよう。でも写真は撮らして。ピン、オッケー。ありがとうね。バイバイ。こっちバイ。バイバイ。いった。来ましたね。よし、さらなる高みを目指して。次はヒラメがいいな。ヒラメがいい。贅沢ってないよ、ヒラメ。え？ヒラメの50センチオーバーね。よし、じゃあもう一回。あ、待って、こういうのね。ん？ダメなんですよ、こういうの。どういうの？ダメですよ、皆さん。今悪い見本ですよ。いいですか？一回こう魚を釣った、歯が鋭い魚を釣った時はですね、本当私も何回もやっちゃうんですけどね、こう。まずリーダーチェック。
大丈夫ですね、このね。でルアーもチェック大丈夫ですね。ここのはい、あちゃんとここ歯型ついてますね、ギザギザって。はい、これで OK。 はい、これでようやく投げるとね。先ほどは悪い見本です。もうね、先走っちゃってね、よっしゃ次行くぞって投げちゃうんですけどね。ここはやっぱね、一回リーダーをチェックして確認大事。まあ今気づいたから、ね、言ってやってるけど、多分次忘れてそうだな、その次は。あ、一安心。うん、またこうね釣れるとね、こう饒舌というかね、ねえ喋るよね。あからさまにテンションが変わる。まあそれはそうだよな、うん、それは皆さんお分かりですよね。うん、さっきまで釣れるかな釣れないかなって不安のままずっととりあえず真剣にね、一つの当たりもね逃さないようにこう全集中ね、全神経をですね、この左手から伝わってくる。この間モチさんとちょっとね、小魚釣りで合わせの極意みたいなやつでね、合わせの特訓というかですね、やってたね。合わせを教えに行ったんですけど、合わせこれはですね、師匠がいましてですね、カエル師匠、これ私が小学校の時ですよね。その近くのね、ほんとね、歩いてもね子供の足でね15分ぐらいかなの場所にですね、池がありましてですね、そこはですね、まあ、当時、今は禁止なんですけど、まだありますよ、今は禁止なんだけど、当時はですね、釣りもやっていい、そう釣りもできるところで、公園でね、公園に池があって。で私はもうね、釣り吉三平の大ファンですからね、学校終わってねその公園に行くんですよ。そうするとですね、その公園にはですね、もうね昼間からですよ、お酒飲んでですね、そこにねカエルさんとあと取り巻きなのかな 2,3 人いてですね、ワンカップ飲みながらね釣り宴会、昼間から食べってるんですよ。でその中にやっぱまあ釣りしてる姿はあんま見たことないんですよね。釣りしに来てるのかって言ったらそうでもないらしいんですよ、集会みたいな。でもね釣りには詳しいのよ。だから私みたいなね、もう何も知らない少年がね、普通のこうね、市販の仕掛けかなんかで竿の長さとさ糸の長さ間違えたかっちゃってさ、合わない、もう全然もう短かったり 長すぎたりとかさする時があるじゃないですか、初めの方なんかさ特に、ね、それをさ、まあ、それじゃ全然釣りになんねえだろうっつってさ、直してくれたりとかですね、優しいんやね。もう気さくにね、私たち少年にね話しかけてくれてね、いろいろ教えてくれるんですよ。カエルさん、練り絵このぐらいでいいかなって気に入ったりもしましたよ。よし、あ、なんだよ、そう、これは根明かりですね。うわ、あ、取れた、新米ゴンかと思った。なんか何に根明かった、海藻。おお、なんだこれ、海藻の死骸。はあ、何の話だっけ。また戻るんかい、ね、そう、カエルさん、カエルさん、カエルさんね、ねえ、口細を釣るにはタナゴ針を使え、そして通し掛け、ほうほう、タナゴ針、ね、極小とかね、を使って頭から刺して、お尻にちょこっと針先を出す。そう、なぜかっていうと、まあこれね、私もね、口細を釣ってね、飼ったことあるんですよ、飼ったこと、飼育したことがあるんですよ、口細で。その時に余った赤虫なんかをあげたことあるんですよね。そうするとやつらですね体がどっちから食うんですよ、頭から食うかケツから食うか、端から食うのね、真ん中から食うっていうのに、ちょっとね大きいサイズはね真ん中からこうパクってそこ吸い込んで食う時もあるんですけど、もう大概のね口ボスはね頭かケツどっちかから食べるんですよね。へえ、
まあ人間で言えばソーセージですよね。ソーセージ頭から、ね、どっちかから食うじゃないですか、端からね。いきなり真ん中から食うやついませんよね、あんまし。まあいるかもしれませんがね。それと一緒でどっちか端から食うんですよ、口細。それもね、飼育してみて、あのカエルさんにも教えてもらって、それやっぱね、カエルさんが教えてもらったやつを実際にこう飼育して、ね、赤マシを食べる姿を見ると、あ、理にかなってるっていう風にこう、なるほどなって、少年心、少年の中でね、少年の頃でもそう思ってね。言いたいことはわかる。だからまだこの記憶に残ってるんですね、こうちゃんと。ちょっとこのトップで出ない映像を見ながらエンディングにしましょうか。今日はね、ここ観音様のお膝元ね来ましてですね、まあ基本フラットフィッシュ狙いで来ました。ヒラメ、マゴチ狙いですね。リリースサイズではあるんですけど、一応マゴチは1匹釣ったんで、まあ狙い通りね。あともう1匹ね、ヒラメの顔見たかったな。だけどちょっと残念で、ここからちょっとね、風がね、強くなる予報なんでね、そろそろ、まあ今トップウォーターなんかテトラギは投げて、万が一出れねえかなパコンって思いながらエンディング撮ってるんですけど、まあ多分出ないでしょうね。諦めるな。いいねボタン、そして、登録まだの方、チャンネル登録よろしくお願いします。あとね、コメント待ってます。では、釣りをしながらのエンディングですけど、終わりにしたいと思います。加納さんもありがとうね。あ、左手が疲れてきた。さあ、ではまたのご視聴お待ちしてます。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。本年もどうぞよろしくお願いいたします。また見てね。